どうもこんにちは、モナです。はい、今日はこちらを紹介していきたいと思います。じゃじゃん、女の子のお風呂上がりの匂いこれまたなかなかマニアックな。そう、なんで今お風呂場で撮ってるんですお風呂上がりの匂い。でもお風呂上がりだから、なんかその人のなんだろう、シャンプーとか あとはボディーソープとかで、まあ、変わっちゃうとは思うんですけど。そうだよね、使ってる、まあ、入浴剤でも変わりそうだしね。そうだね、どうなんだろうね。これは何、洗った後の、温まった後の匂い、洗って、それともただ単に温まっただけのその匂いなのかな。どうなんだろう。お風呂上がりに、なんかさ、こういうのってさ、なんかありそうじゃない？お風呂上がりの石鹸の香りとかさ、なんか昔あったよね、いろいろ。うん、書いてないね、お風呂上がりとしか。普通でも常識的に考えたらさ、体洗ってからお風呂だよね。まあそうだね。じゃあそれでいいのかな。あ、でもマナが今さ、それ実際嗅いでみてさ、それで決めたら、あ、嗅いでみて、いやこれはみたいな、その、うん、じゃあちょっと開けていく。こんなの買う人いるのかな。わかんない。こう本気でマニアックな人は買うんじゃない、うん、本気で買う人はいないんじゃない、さすがに。完全再現だった。手首にシュッて言ったいくよ。最初出ないよね、こうするとか。お おお、すごい。どっちの意味の王なんだ、どっちの意味の王なんだ。まあ、あのお兄ちゃんに後で書いてもらいます。私の体洗った後と、あの比較してもらいたい。あ、この匂い、これ洗った後っぽい感じ、どっちかっていうと。まあ多分そうだと思う。多分そうだと思う、うん、なるほどね、うん、洗った後だね、多分。あ、でも、うん、微妙まあでも普通に考えてね、洗った後だもんね、まあ、お風呂上がり。そうだ、うん、そうだ、うん、じゃあちょっと洗いますかはいはい、洗い終わりました。すごいもやが、すごいね、もやめっちゃもやもやしてて見えてる見えてる見えてる。じゃあちょっと入っていいですか。はい、熱っ。え、これ何度で入れたの。47。え、めっちゃ熱い痛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 い。熱いと痛くなるよね、皮膚が。あのね、入れなくなる。入れてんじゃん。いや、ゆっくりしかないってことそのザブーンと入れないってこと。ダメだな。めっちゃ熱い。ちゃんと肩まで、首まで入れないとダメだよ。はい、足出てるの許せない。はいなんでそんなあれなの。ちゃんと熱いお湯にしたんだから、ちゃんと入んないとダメだよ。熱いよ、これは。もっと下まで、はい、ギリギリまでそう、それがお風呂です。いや、熱いって。ちょっとね、狭いからね、曲げるしかないんだよね。ちゃんとお股も開かないと温まんないよ、それ。え、ふくらはぎにさ、あれじゃん、太い血管が入ってる。確か温まりやすいの。そうなの。熱中症の時もふくらはぎの付け根と脇と首をあれなの。へえ。なんか首と脇の下、うん、は聞いたことある。ふくらはぎもそうなんですよ。へえ、よく知ってんね。まあ常識ですよ。え、嘘。確かね。いや、なんかすごい自信満々言ってるけど、間違ってたら恥ずかしいよね。なんか熱出た時とかは、なんか脇の下に、うん、なんか保冷剤とか入れるといいって聞いたこと。なんでも付け根はさ、でもさ、え、そうだよ、聞いた時あるの。わかんない、太ももを聞いたことなかった。なんかすごい太い血管があるんだって、一
違う。確かに。まあなんか太いもんな。マンの泣く太ももが。いいじゃん、太いんだから。太ももなんだよ。だから太い血管が通ってるの。細かったらダメでしょ、太ももなんだ。そうだね、細ももになる。まだのは何もも、大根もも、大根もも、なんか言いづらい、大根もも。すごい、なんかすごいムキムキに見える、まだの体が。そう、その腹筋がフッってなってる。あのね、この体勢だとフッってなっちゃうの。すごいなんかね、痩せて見える、めっちゃいいことじゃん。筋肉ムキムキみたい。本当はボヨンってなってるけど。もういい？出て。早くない？暑いよ、ほら。見て、この。やばい、やばい、やばい。肌の色が。やばいでしょ。なんか、モンスターボールみたいになってる。やばいよ、それ。赤だし。そう。逆、逆モンスターボールだって。やばいでしょ、これ。めっちゃ暑いって証拠だよね。やば。もうちょっと、暑い。ちょっと出ます。よいしょ。やば。真っ赤っかじゃん。暑い、暑い。これは何？拭いても拭かなくても変わんないのか、匂い。まあ変わらないんじゃない？この子は濡れてる。このまま嗅ぐべき。じゃあ濡れたまま。じゃあいただきます。まだいただきます。おお、いい匂いする。ボディーソープの匂いじゃない。いつもの匂い。え、で？こいつだよね。それ、嗅いでみて。ちょっと、あの、クシュってやって、じゃあ、俺の、この、いくよ。手の甲に。あん、あー、なんか。あーって言わない。じゃあ。おぉ、やばい、強いぞ、これ。めっちゃ強いぞ。え？あ、でも、悪くは、ないね、うん。石鹸っぽい感じもするね。なんか、ちょっと。なんか、香水って感じしね。うん。でも、今までのさ、なんか、ふざけたさ、やっちゃってきたじゃん、マナって。ああ、生理の匂いとか、いろいろ。ダントツでこれはいい匂い。うん、ダントツで、まあ、お風呂上がりですから。うん。さすがに臭かったら、ちょっと、えってなる。これは許せるというか、うん、うん、普段使いできる。まあ、最悪。まあ、したくはないけどね。じゃあ、あのさ、運動して汗臭かったとか、ああ、すごい。その時は、まあ、うん、シュッてやるぐらいだったらね。いやー、これはまあまあ。まあまあ、いいんじゃない、うん、いいんじゃない、うん、そこまで、臭くないし、別に使えるっちゃ使えるね、うん、でもやっぱ、うん、マナの方がいい匂いしたな。まあ、石鹸の匂いですから。でもさ、マナが使ってるのあれだよね、あの、どれだっけそれ。安いやつよ。安い、安くはないよ。え、これ安いやつだよ。ミルキー、これ普通にあるやつだよね、よく見るやつ。そう、あれなんだっけ、ボディーソープといえばなんかもう一個あるよね、よくコマーシャルでやってるやつ、ビオレとか。あれビオレってボディーソープ、わかんない俺。え、ビオレとかなかったっけ。なんかあるよね、 CM でね、よく家族でなんか体洗ってるシーンね。ビオレだっけ、なんだっけビオレ。 あれの方が高いでも、そっち系の方が。でも同じぐらいの値段。おお、あのこのさ、牛のマークのやつってさ、なんだっけ、石鹸あるよね。あれ俺好き、石鹸、モンモン石鹸大好き、うん、それと同じやつで。あ、そうなんだ。ちょっと匂い違うけど。へ、そうだったんだ。うん、多分。じゃあまあ普通のよくあるボディーソープで洗った感じだから。まあそうだね、別にそんな高い、うん、特別なね、洗ったわけではない。もう一回。はい。うん、まあやっぱこの自然な、うん、香りの方がいいよ、肌の。こうしてちょっとね、なんか変。まあなんかね、あのお風呂上がりにはちょっと、うん、まあなんか違うなって感じするけど、うん、石鹸っていう石鹸ではなかったね。確かに香りは。もっと石鹸の匂いするのかなって思ったけど。やばい、マナが強すぎる。ピートが合わない。マナにずっと合ってて。ごめんなさい。マナが強すぎる。いいですか、大丈夫。なんかスタイルが違うな。そりゃ違う。なんかスタイルが違う。それは違うよ、だって絵ですもん。大丈夫、マナの方がいい匂いしたから。はい、マナの勝ちってことで。
はい、何か負けた気分。はい、じゃあ今日はこの感じで終わりにしていきたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。めっちゃ汗かいてる。ねえ、2人で入ったらこの傘だとさ、お湯が溢れちゃうよ。これ大丈夫、マナー痩せてるからこのぐらい余裕だよ。いや絶対溢れるよ。いいの？うん。ほらでも半分ぐらいまでいったね。ほらめっちゃ溢れてるじゃん。贅沢な入り方。やばいやばいやばい、もったいないよ。めっちゃ溢れてるじゃん。めっちゃもったいないじゃん。なんかいじめられた子みたいじゃない？うん、なんで？え、なんか退屈終わりしてる。え、そう、うん、知らないじゃん。狭いね。まあ狭いけど。あ、そう、こないださ、これ100均で買ったのよ。何それ？これ、わかる？これね、水鉄砲なの。うん、こうやってこうやって入れるでしょ、うん、でこれあの普通水鉄砲ってさ、この先っちょからピュって出るじゃん、うん、でもこれなんかホースみたいになってるから、うん、これ思い切りビュってやるとこれがブルブルブルってなってどこに飛ぶかわからない。ああ、売った本人も被害食らうかもしれないっていうやつね。いいね、運試しでいいんじゃない。めっちゃね、あのね、楽しいよ、意外と。これ、お金が腐る子だったら醤油入れてやればさ、うん、あれじゃない？みんな白い服着て醤油着てやれば運がいい人は当たんないよ。そうね、いやでも絶対当たるよね。絶対誰かしら当たっちゃうよ。おならすんなよ。おならじゃないよ。いや、今やるの？こっち向きでやるから。そういう時に限って裏くんだ。おお、ほら、これがもっとね、あのバラバラってなるの。今ちょっと軽くやったからあれ。絶対裏にも来るよ、カメラ終わるよね。あとこれかわいいでしょ、サメ。サメさん、なんか水鉄砲好きなんだよね。でもさ、しばらく遊ばないとヌルヌルのカビだらけになるよね。だから私あの100均だから、あ、ヌルヌルになったら交換しようかなって感じ。そうね、だから大体1ヶ月2ヶ月ぐらい持つかなって。大体それぐらいでさ、あのレバーも壊れるよね。そうなんだ。大体ね、あの出なくなっちゃうんだよね、先に、うん、あれって押しても押しても出なくなるやつだよね。そう、これね、口から出るんだよ。そう、え、面白い。え、なんで落ちてる？痛い痛い痛い。あ、でもそんな痛くない。なんかくすぐったい。いくよ。くすぐったいよ。うお、やめろやめろ。カメラ濡れる。こうやって遊んでる、入りながら。暇じゃん、お風呂って。まあね、なんか携帯とかいじるっていうか、か、あれじゃん、よく読書する人とかいるじゃん。うん、私本は無理なんだよね。ああ、今時は携帯ジップロックに入れて携帯じゃないか。そう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 、なんかさ、あの本って絶対濡れるじゃん。湿気でダメになるよね。湿気でなんかふにゃふにゃふにゃってなっちゃうじゃん。まあ見るとしても本当にもうボロボロになってもいい本で見ると。そう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 、大事な本までは絶対読まないよね。そう、暑い、やばい、めっちゃ汗かいてるんだけど。じゃあデトックス。すんごい暑いんですけど。